今日は SDN のベネフィットを考えるっていうタイトルになってますけど、まあ、今日はあの昨日今日と2日間 SDN って何なのっていうのがいろいろとパネル発表を通していろいろと議論されてきたと思いますけれども我々も SDN オープンフローの取り組みを実施してますんでそれらを経験をしてきた中で、まあ、SDN ってどんなベネフィットとかどんなまあ新しいこと面白いことできるのっていうのをまああの紹介して。えっと ますまずアジェンダに入る前にエンティティー MCL って何なのっていうところであの、まあ、今まで聞いたことない会社っていうところがあると思うんで簡単にご説明させていただくと,、えー、とシリコンバレーにあるエンティティコムの100%子会社で主に R&D をやっている、まあ、あの会社になっております。 今の重点領域は時代が示すとおり SDN クラウドを中心に実施しておりましてエンティティコムのみならずエンティティの研究所ですとかその他グループ会社とも連携しながらクラウド SDN の研究開発をやっているというような状況ですで私の方は昨年エンティティコムから出向いたしましてそれと同時に SDN クラウドの技術開発といったところに従事しております 先月ですね、ONF のテクニカルアドバイザリーグループのメンバーになったということもあって、オープンフロー、ONF の標準化っていう部分と、そこへの貢献っていうところもしていくことになってまして、あとは日本の皆さんの声を ONF に届けるっていうところもやっていきたいと思いますので、もし何かオープンフローとか ONF に対してっていうアクションがあれば、声をかけていただければと思います。 でまあ、アジェンダ、まあえー、と先ほど、まあ、あの軽く言いました通りまず SDN って何なのっていうのと、まあ、SDN 期待していることで、まあ、特にコントロールプレーの開発の実践を通じて、まあ、いくつか、えーとまあ、ベネフィットとして見えてくる部分を紹介できればと思っておりますで、まあ、あの今の時代なんですけども一般的な動向のシフトとしてっていうのはやはりその、まあ、クローズド まあ、特にクラウドがまあ急速に発展してきてるっていうところを踏まえて、まあ、キーワード的に挙げると、まあ、クローズだったものがオープンへっていうのでロックイン回避しましょうとかオープンイノベーションしていきましょうとかそういった流れもしくはリリースのサイクルがサービスをどん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 早く出していきましょうっていう形でリリースサイクルがまあどんどん短くなってきている要は年単位のリリースから月単位のリリースっていうところにシフトしたり開発手法に関してもウォーターフォールでがっちりまあ 年月をかけて、まあ、積み上げていくっていうところからできたものから磨きながら出していくっていう、まあ、アジャイルな形でシフトしてるっていうのが、まあ、一般的な動向だと思いますでさらにネットワークっていうところですと書いてあるとおり、まあ、標準化ベースであの、まあ、インターオペラビリティ重要なんですけれどもそういったところで、まあ、みんなで議論して、まあ、プロトコルを標準化したり、まあ、そういったところでそれを実現する手法が、まあ、専用ハードウェアアプライアンスだったところから 今はまあデファクトベースでもどんどん使えるものから使っていきましょうでプロトコルじゃなくて API も使っていきましょうであとはコモディティハードウェアとかそういったマーチャンダイズシリコンを使っていきましょうというような流れですとか、まあ、分散モデルからロジカリーセントラライズですね、まあ、論理的集中モデルに変わっていくとかそういったまああの動向って流れっていうのが顕著になってきていると思っています。 要はその開発の概念ですとか手法ですとかスピードっていうのがまあコンピューター屋さんまあサーバー屋さんたちがやってるようなところのまあスピード感っていうのをネットワークを求められてきているというのが今の動向なんじゃないでしょうかとで特に SDN これはまあ説明不要だと思いますけど、まあ昨日からいろいろと議論されてきましたが SDN の特徴として3つぐらいあってコントロールプレーンとデータプレーンを分離しましょうとでここはそのベンダー箱への依存性ですとかハードウェアの まあ、開発速度に足を引っ張られることなくソフトですねコントローラー上のアプリケーションのイノベーションを促していこうというところが SDN、まあの, SD の、まあまあ、大きなポイントなのかなと思ってますでオープンフローっていうのは、まあ、そ,そういう部分で、まあ、有力な API っていうものになりますで次に、まあ、あのコントローラーに集めてきた、まあ、コントローラーがですね要は論理的に集中管理とか制御とかできるグローバルビューを持てると ということでネットワークの複雑性を隠蔽したり抽象化して、まあ、一元的に管理を容易にするでさらにそれをこうアブストラクション層を上位にエクスポーズしてプログラミング性を提供するこれはプログラムできることによって、まあ、さまざまなネットワークのアプリケーションサービスを迅速な、まあ、開発を可能にして,くるし,してくれるといったところが SDL のいいところなんじゃないでしょうか。 s,、まあ、s g n のメリットですけど、まあ、これは、えっとまあ、ONF のホワイトペーパーで日本語版ありますんであのであ後で見といてくださいという感じなんですけども、まあ、一般的に ONF がまあベネフィットとしてあげたものというのがまあいくつかあります、まあ、ネットワークを一元的に管理できますねとか共通 API を用いて自動化管理を実現しましょうですとか、まあ、ベンダー側のリリースサイクルを待たずに最新の機能をどんどんデプロイしていきましょう。 でまあ、そういったベネフィットがありますので、ちょっとここら辺は飛ば全部読みませんけれども、まあ、代表的なものっていうのを、まあ、ONF のマーケットエデュケーションワーキンググループのメンバーが、ここら辺を分析してくれています。で次にキャリアとして SDN に期待していることっていうところですね、エンティティコムグループの視点というところになりますけれども、まず1点目はサービスの再開、市中の製品に縛られないこうサービスのを提供していくですとか、オンデマンドダイナミック。 もしくはプロアクティブにサービスを提供していくという形でユーザーのエクスペリエンスを向上していく次はタイムトゥーマーケットスピードですねベンダーのロードマップに縛られないサービス導入ですとか必要なときに必要な機能を開発して導入していく皆さんルーターとか、まあ、スイッチとか使ってると思うんですけどそこの中に入っているすべての機能を使ってるわけではないと思いますそういったところで、まあ、本当に必要なものだけをデプロイしていくということもできるんじゃないでしょうあとは、まあ、費用効果ですね 運用自動化によってとか標準 API バンチベンダー環境に対応して OPEX を削減していくですとか、まあ、コモディティハードウェアによって、まあ、CAPEX を削減するっていうような、まあ、そういった期待もあるんじゃないでしょうかと。というのでいろいろと見ていくと、まあ、キャリアとして SDN の恩恵をこう受ける何だろうっていうのを分析するためにはやはりそのコントロールプレーン まあ自分たちどこまで作れるのとかそれをやれると何か嬉しいことがあるのっていうところをまあ見ていこうというのがえと今回の,まああのこれからご紹介していくことになりますこれがいくつかまあ3つぐらいユースケースをえーとご説明できればと思いますまずえと基本的に NTTCOM のスローガンが「こうシームレスクラウドって書いてありますんでネットワークサービスとクラウドサービスをオンデマンドシームレスにつないでいくというところでまあ 既存のネットワークがエンペレス VPN って、まあ、今提供しているネットワークサービスがあってでこれからクラウドのデータセンターそれをどうやってエンドエンドでお客様に提供していこうかというところで、まあ、いくつか適用領域があると思っていてそれをご紹介したいと思います一点は既存の VPN のエッジですね要はそのエッンジのンアーキテクチャをシンプル化して、えーとまあキャ e x ですとかオペックス削減していくようなところ でクラウドデータセンターと VPN の境界の部分になります。これはクラウドと VPN のお客様に、まあのデマンドにす、まあ、応じて自動的にそれらを VPN とクラウドを接続していく、これは自動化ですとか、その OPEX を削減していくようなところがポイントになるで。3つ目がクラウドデータセンター内ですね、これはこう、まあ、そ,れそれらを仮想化していくといったところが、まあ、あのユースケースとして挙げられます。 1>, で1点目の VPN のエッジについてです。モチベーションですけれども、キャリアネットワークに広く普及している VPN のサービスとのコントロールプレーンとデータプレーンをまず分離して、でエッジデバイスのシンプル化を図るっていうのが、まあ、あのポイントになっていますで。期待している効果としては、まあ、あのコモディティスイッチを、まあ、使って CAPEX を削減していくっていうところですとか、まあ、その他、新しい機能をですとか、サービスを柔軟に追加していくことができる。 で柔軟なトラフィックコントロールをできるですとか CD を分離することによって例えばそのトランスポート装置にまあ VPN の機能を頂ま上あまあしてあげるとか、まあ、そういったいろんなまあアイデアがあるんじゃないでしょうかとで、まあ、今のエッジルーターですけれどもここに書いてあるとおり、まあ、エッジが機能をいっぱい持っていますインターネットの経路をまあ持っていたり L3VPN の経路を保持していたり でそれらのコントロールプレーンは、まあ、ルートリフレクター等を使って、まあ、スケールをまあ提供してたりしていますで一方そのオペレーションの面ではポートの追加のたびにコンフィグがアップデートする必要があったりですとか、まあ、サービスを新しく追加したくってもやっぱりそのベンダーさんのリリース機能のリリースを待ったりといったところでカスタマイズっていう部分が難しいというところがあると思います。 でじゃあ CD 分離をすると何ができるかっていうとまあそのコントロールプレーンを分離してサーバー上でまあサーバーもしくはクラスター上で処理をしてでまあ BGP に関してはそのまま処理をしてあげるとあとができます。でまああの サービスを提供する上で重要なのは、まあ、L3 の接続っていうところに関しては今までとお客様に対してピアに対してはシームレスにまあ接続を提供できる要はまあそういった CD 分離していることが見えてはいけないとあとは同等以上のオペレーションを提供していこうみたいなところがあると思ってますで、まあ、どう動作するかっていうところなんですけども、まあ、基本的にピアから来た BGP のセッションをオープンフローののあエッジ ですね、そこで TCP の179っていうのを、まあ、サーバー上で動く BGP のルートコントローラーの方に、まあ、転送してあげると。でルートコントローラーの方からで、まあ、経路を処理したものをネットワークコントローラーの方にトポロジーを引き渡してあげてネットワークコントローラーこれはまあ中身にオープンフローコントローラーと、まあ、それらを処理するアプリケーションが入ってますけれどもそれを使って o オープンフローで えっと、転送パスを設定してあげるというような動作をいたしますとのでこれは、えーとまあ、お客様から見ると L3 の接続 VPN という点では、まあ、トランスペアレントに見えますただしその中に関しては例えばオープンフローで使ってもいいしもしくは既存の VPN の中であれば例えば LDP があれば、まあ、既存の VPN の位置装置として PE を追加できるとか、まあ、いろんなことができると思います あと OS のアップグレードとかそういったところもエッジのところに BGP を動かしてなかったりしますのでサービスのアップグレードとかも容易にできるといった形でロジカルにセントラライズされたサービスの提供ができるといった形でそのエッジのアーキテクチャをシンプルにしてどんどん機能を追加していくというようなポテンシャルがあるんじゃないかと思っていますで、まあ、これらをデモしてるんですけどもこれがインターロップでデモしたときですね でコントローラーとしては、えーと、オープンフローコントローラー、これはリュ u という、まあ、NTT のソフトウェアイノベーションセンターですね、研究所がオープンソースで作っているオープンフローコントローラーがあるんですけれども、それの上に、えー、といわゆるそのネットワークのアプリケーション、ロジックの部分ですね、コンフィギュレーションとかを管理するような、まあ、CMDB ですとか、まあ、そのネットワークの、まあ、パスを計算するネットワークコントローラー、で、ビジじぴルートコントローラーがあって、その上位に、 えとウェブ UI とかを出すといったようなものになります。でこれら、まあ、ONF でも相互接続性の試験とかそういったところの動きも盛んでして、えー、と10月に行われた ONF のセカンドプラグフェストに、まあ、NTT グループとして参加をして、えーとまあ、データさ産 COMM C l SIC と。 いう形でエンティテグループとして参加しております。その中でえっとまあコムグループのまあテストケースというところではまあオープンフロー1.0ベースの L3VPN のまあ接続ですとか、まあオープンフロー1.2によるまあエンペレスの試験等を実施してまあベンダー間のまあ相互接続を実施しております。 でまあ、あの9社ぐらいと接続をしてつながったりつながらなかったりとかっていうのがありますけれどもその相互接続性というところに関しても、えーとまあ、標準化団体の中で積極的に取り組まれているというような現状ですで次に2つ目のユースケースですねこれ VPN とクラウドの境界の部分をどうつないでいきましょうかというところになりますで、まあ、サービスプロバイダーとして、まあ、今 MPLS VPN ですとか要はネットワークサービスとしてそのエンタープライズのお客様に広く使っていただいているネットワークがあります。これを要はクラウドサービスをやったら今じゃあ明日から使えますよとか、まあ、今の VPN のお客様に対してクラウドをまあおすすめしたいっていうモチベーションがありますよね。でまあ、やはりそれをこう、まあ、今の お客様の層に対してじゃあどう新しいサービスを追加していこうかっていうところに関してはやっぱりそのオンデマンド制ですとかポータルを通じてそういったものをオンデマンドに、まあ、提供していかなくちゃいけないというところがあると思いますけれどもそれをやりたいと思っていますで、まあ、期待する効果に関してはやはりそのユーザーさんのエクスペリエンスの向上ですねあの電話でじゃあ VPN とクラウドつ,かつないでくださいとかそういったような時間間隔で動いている と、まあ、ところでではないと思い思ますのでそれをオンデマンドにやお客様が必要なときに VPN とつないだりクラウドのリソースを提供したりというところが、まあ、ポイントになるのかなとあとはネットワークサービスと、まあ、クラウドをシームレスに連携させて、まああのまあ、連携させるですとか運用それらを自動化することによって、まあ、OPEX を削減したりといったところが期待できるんじゃないでしょうか。 でまあ、それが今のやつだとどうなるでしょうっていうと、まあ、クラウド内のテナントネットワークっていうのはクラウドなんで、まあ、クラウドマネジメントシステムから自由にテナントネットワークは設定できたりすると思いますただしその VPN と接続しようとすると、まあ、VLAN と VRF ですとか、まあ、それらの設計が必要になったりしますと。 でクラウド側でネットワークが追加削除されるたびにじゃあ P ルーターのコンフィグをアップデートするのってまあ、そういったこともする必要があると思いますいうので、まあ、今現状オンデマンドで動いてないシームレスにつながってないっていうようなところも、まあ、あの課題としてあると思いますじゃあこれどうやって、まあ、自動化していくのというとやはりその最終的にはそのポータルサイトから API を介して自動的に VPN と接続してあげると。 この SDN コントローラーがテナントネットワークと VPN のマッピングをしてあげるとで経路のアップデートというのは、まあ、VRF を設定するんではなくて BGP で VPN 側に対してテナントネットワークのアップデート等を流してあげるといったところがポイントだと思いますここですねつなぎ方のところも要は m p l s v p n の AS があるとデータセンターもまあ別の AS としてやりますとそれを接続するときに MPLS のインターエースのオプション B で接続をして、MPLS でまあ接続してあげると。そうすると、この ASBR ですね、ここに要はコンフィグを流すっていうことが必要なくなって、BGP でクラウド側のネットワーク情報をまあ注入することができるといった形になります。でもう少し細かく書くと、まあ、クラウドデータセンターなんで、まあ 例えばこの例ですと、オープンスタックベースで動いているデータセンターがあって、えーとまあ、お客様自体はそのオープンスタックですね、そのウェブとかそういったオーケストレーションシステムから、あのこの VPN とつなぎたいみたいなところをまあ提供しますで。このオープンスタックの層は、テナント、ここはテナントネットワークですね、VM があって、でバーチャルルルーターみたいなのがあって、で まあ多重化されたネットワークのところでデータセンター側の ASBR があるとこの ASBR はこの場合ですとオープンフローのスイッチになっておりましてコントローラーとしては o オープンフローのコントローラーでその ASBR のアプリケーション BGP っていったもので構成されますとでこの BGP のスピーカーですね要はクラウドからクラウドから来たテナントの情報と要はネットワーク側から来る BGP で流れてきた VPN の情報っていうのをこのアプリケーションの部分でマッピングをしてあげる まあ要はここに、まあ、右の表で書いてあるような例えば VLAN とプレローカルプレフィックスをマッチしてあげて、まあ、外に行くものに関しては VPN ラベルをプッシュしてあげる反対方向ですとラベル VPN ラベルと,、えーとまあ、リモートプレフィックスの部分をマッチさせて VLAN に変換してあげるといったところで、まあ、要はクラウドからの更新ですとか BGP からの更新というのを自動的にマッピングしてあげるという形で動くようなものになります。 で3つ目のユースケース、クラウドデータセンターの中のネットワークの仮想化になります。いろいろと技術的なところで議論されてると思いますけど、要はデータセンターのネットワークの仮想化っていうところも、まあ、例えば今の先ほどの例ですと、VLAN を使ってましたと、テナントの識別数の VLAN を使ってました。でまあ、じゃあ、その VLAN も4000ですね。 にヒットしたときにじゃあどうやって拡張するのみたいな技術的にいろいろと議論されてますけれどもそういったものを解決したりですとかもしくはデータセンター内のネットワークの、えー、とトラフィックの効率化みたいなところも、まあえー、ターゲットになるんじゃないかと思います。とことは方式についてですねいろいろと、まあ、先ほどのパネルの中でも議論されてましたけれどもじゃあ、まあ、データセンターのコントロールプレイに BGP を使ってみましょう。 要はその VPN のエッジですとか ASBR というところで BGP をっとにコントロールプレーンを作ってきましたがじゃあデータセンターの中で BGP を使うといったところはどうでしょうというのが1つやってみたことですネットワークをスケールさせてきた BGP の仕組みを使ってデータセンターを仮想化してみましょうと BGP のステートというのはサーバー上で動いているもの でまあ、さらに BGP っていうのはそのクラウドデータセンターに必要なフィーチャーですね要は IP ルートを運ぶっていうところですとか Mac を運びたいもしくはファイアウォールとかそういったところをまあ提供するためにフロースペック等でまあポリシーを注入したいといったところもフィーチャーとしてはできますとで2点目がホストマシン上で動作するステータス分散コントローラーですねオープンフローとかそういった SDN のところで1個のコントローラーが全てのネットワークを制御している必要はありませんというのでじゃあその コントローラーを分散させたりするとどうなんだろうっていうので、ハイパーバイザーのレベルまで、えっ、ー、と、PE 的なフォワーディングの、まあ、ファンクションを、まあ、分散させてあげるといったところをしています。あとは、ネットワークのアブストラクションの提供というので、OpenStack とのインテグレーションという意味で、えっ、ー、と、まあ、プラグインで OpenStack のカンタムのネットワークモデルを BGP のデータモデルに 変換をしててあげてそれか、まあ、る要はこういったものを使うと VXLAN ですとか NVGRESTT そういったトンネリングプロトコルコントロールプレーンないんですよねフルスクラッチで、まあ、要はそのネットワークコントロールプレーンを作るっていう必要もなくて今あるその、まあ、今までネットワークをスケールさせてきた仕組みっていうのもうまく再利用しながら、まあ、じゃあデータセンターやってみましょうっていうのはこれになってます。 でまあ、先ほどと同じですね、ガンタムのプラグインとして、要はそのバーチャル P のアプリケーションという形でマネージャーがあって、でコントローラーっていうのは、そのハイパーバイザー、ホスト OS に分散されているようなものになります。でこれらが要はそのオーバー、この例ですと、n p l s o ー e ー g r e でやってますけれども、それらで VM と VM の間をトンネルを張って、張ってデータセンター内を通信する。 でさらにはまあ先ほどと同じように ASBR を使って VPN と接続するといったことができるようになります。というのでまあ簡単にやったことのところをまあ少しデモでまああのムービーを見ていただければと思います。 あムービー行く前に簡単にあれすると,、えー、と説明しますと右側が既存の VPN で左側がデータセンターという形で、まあ、動いてますその中で何もないところからクワンタムでネットワークを作って VM を立ち上げて仮想ルーターを作ってネッ,トワー、まあ、ネットワークと仮想ルーターをアタッチしてデータセンター内の疎通を確認するとでその後とに、まあ、VPN に接続するためにエクスターナルのネットワークを定義して v p のサイトに対して卒を確認するというような流れを見ていただきますちょっと時間を押してるので2倍速でいきますけれども。 何も設定される前の VPN から経路が注入されてきている BGP の, B G P のまあ経路を見ているような状況になっています。でこれが CANTAM の OpenStack、えー、の標準 UI で Horizon をベースにして見てます。で今、ね、何もネットワークがありませんけれどもここからネットワークを作成する形でネットワークを作成していきます。 4倍速にししまますねで今作成できましたとでさらに、えー、ともう1個の、えー、とサブネットを作成するという形でこの作業を繰り返して今作成しましたとで次に VM を起動するという形で VM を作ってでネットワークを選択してサーバーを接続するとでもう1個接続していきます。 で起動したもので、まあ、VNC でコンソールでログインをしてあのネットワーク状態を確認してと,といったところをしますでここから次に、えーとまあ、C ルーターですねあのサ,、まあ、サブネットをまたいだ通信をするためにルーターを作成していくという形ですこのルーターはその、まあ、あのフォルソムでリリースされている、まあ、オープンソースの、まあえー、とロジカルルーターになっております で今、えー、とやってるのがその v、えー、と VPN 側の接続ですかね、えー、と VPN に接続するためのネットワーク設定をまあしてますでその作成した VPN に対して、えー、CE ルーターとの関連付けをしてあげて疎通を確認するといった形になりますそうですね ちょっと早足で見えないんですけど、まあ、あの先ほど BGP であの VM に対して、えっと、1個のルートを、まあ、プレフィックスを切ってあげて、まあ、配布していたスラッシュ32の経路っていうのが少しだけ見えたと思います。という形で要はその、えっと、今お見せしたのは、えっとまあ、データセンター内の仮想化っていうのを、まあ、その BGP の仕組みを使ってコントロールプレーンを設定してあげたりとした場合の,、まあ、あのイメージになっております。要は抽象化された API に関してアあのリアライズするあの方式っていうのは隠蔽された上で、まあ、こういった形でシームレスにつないでいくということが可能になることをまあ示しましたと。でまとめますと結局その SDN のコントロールの開発っていう観点ですと、まあ、このプレゼンでは BGP をコントロールプレーンとしてエンドエンドで まああのいろんな適用領域にそういったコントロールプレーンの仕組みをまあ入れて、まあ、実あの考えてき,てきましたと。で要は SDN コントローラーの位置づけですけれども要はネットワークのプログラミングをするようなサウスバウンド側これはオープンフローであったり BGP であったりもしくはインターナルな API の PubSub AP ブブとかそういったものであったりといったところでこれはこう使えるものをどんどん使っていけばいいと。 で要は重要なのはこの論理的に集中管理されたグローバルビューがあってそれらを使えるアプリケーションというのがいくつもそういったものを使っていけるというのが SDN のいいところなんじゃないでしょうかと,とうふうに思っていますでここまでの取り組みというところですと、まあ、振り返りますとまずコントロールプレーンを BGP を使って既存のネットワークの相互,相互接続性を確保したりですとか、まあ、スケール性というところで BGP を使ってみましたとデータプレーンはオープンフロー を中心に使うとでこれオープンフォローはやはりそのいろいろ議論はあると思いますけれどもパワフルな API というのでコントローラーのさえあれば、まあ、ちゃんとこうやりたいものっていうのを迅速に実現してくれるような API ですでまあアブストラクションですね今はそのコンセンサスが取れそうなオープンスタックのカンタムとかだと思いますけれどもデータセンターの利用っていうところだと、まあ、SDN との親和性はかなり大きいっていうので、まあ、直近の,、まああの技術をドライブするような技術っていうかそういった API になってるんじゃないでしょうか 見えてきたその、まあ、いいところというのは自動化を提供ですとか、迅速に開発できるとか、まあまあ、そういった部分になると思います。ただ一方、オープンフロースイッチ、ハードウェア、皆さんご存じのとおり、ハードウェアとかそういったものがなかなか出てこないよねという話があると思いますし、フィーチャーセットもオープンフロー1.2以上、もしくは1.3といったものが必要になります。というので、まあ、最終的にその、まあ、SD のベネフィットというのは、一応当初の期待りまり、まあ、そういったものはあの達成できるんじゃないかと。 まあコストの削減だとか、まあ、そういったえっと迅速な開発みたいな3点ほど挙げましたけどもそういったものは達成できそうとで一番大きいのはネットワークをプログラマブルにするっていうパラダイムシフトっていうのがものすごい大きいと思っています要はその、まあ、何かの箱の機能リリースを待つというよりかは自分たちに必要なサービスを実現するためのアプリケーションですとかそういったものを迅速に開発していける それのまあ扉が開いたっていうのがまあ一番オープンフローとか SDN が出てきてよかったとでまあユースケースですけどまあ直近ですねクラウドとか仮想化っていうところからスタートしているのは皆様ご存知の通りですけれどもまあそれがトランスポートですとかまあワンっていうところの適用っていうところでさらにその標準化ですとかいろんなアイデアが出てくるのを期待するというところです。 でまあ、我々としてもまだ結論に至ってないというところなんですけどもさまざまなそのイテレーションを重ねる、まあ、反復的にいろいろとアジャイルで作っていくという中でいろいろなアイデアですとか、まあ、ベネフィットっていうのが見えてきて日々見えてきてるという状況になっております。というのでまああの多分 IP がこうまあ あのインターネットとかが成長してきて10年とかそういったようなところでやっぱり時間かかるとは思うんですけれどもやはりその今後どん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 そういう、まあ、ネットワークをプログラミングしていくっていうことを通じて、まあ、いろいろと新しいネットワークのビジネスっていうのも見えてくるんじゃないかなと思っております、まあ、そういった活動をまあ継続して皆さんと一緒に SDN オープンフローっていうのを盛り上げられればいいかなと思っております、はい、じゃあ私から以上ですありがとうございました ありがとうございました。